おはようございます。速稼塾の久保です。先月から続いてますけども、まずは例の話からしましょうか。現在7月1日に作業していただいて、7月30日に振込予定の返礼金の遅れについてですけども、これがね、8月に4回に分けて入金される予定ですが、まだこちらの方ね、未着ですよって方を募集したところ、7名の方がまだ来てませんよということでいただいてますね。7名の方です。私の目から見える1000人以上のアカウントの中から7名の方が7月の返礼金受けるはずのものが入ってないよということでいただいております。で、8月はですね、8月30日が入金日だったんですけども、ちょっと誤解していただきたくないのは、8月30日にはボーナスの入金日ですからね。ボーナス該当じゃない方が入ってませんでしたって方が来ましたけども、そもそもボーナス該当じゃないんで入りませんよって話をさせていただいたと思います。ということを考えると、8月30日に入金が確認できてない、ボーナスが入ってないよって方は1名でした。多分この1名の方も私から見るとボーナスが入らない方なんで勘違いされてると思います。で、実質8月30日にボーナスが入ってないよって方は0人ということでね、結構ね、ここら辺は良かったなと思いますよね。そして8月1日に作業をした返礼金のことについてですけども、もうアナウンスがあった通りに、9月の4日、11日、18日、25日という毎週水曜日に分けて入金される予定でございます。ですので、ここをね、お間違いないようにしていただきたいと思います。で、ここから考えていただくことは、じゃあ9月4日にですね、8月1日作業の返礼金が入ってるかどうかってことを確認するために銀行の方に行っていただきたいかなというのが、9月4日ですよね。で、ボーナスは今のところ滞りなく入ってますんで、ボーナスのことはあんまり考えなくていいかなと思うんですよ。肝心なのはさっきの7名の方、7月1日に作業して7月30日に入るはずだったのに、8月に4回に分けても入ってないよ、もしくは一部しか入ってないよっていう風な7名の方ね。この7名の方に関しましては、私の方からしっかりと連絡しておきますので、お任せください。で、同時にですね、こういうふうな不測の事態が起きた時に自分に何ができるのかなっていつも考えていただきたいんですよ。で、良くないのがただ待つだけっていうこと、そして誰かの情報を、誰かの情報じゃない、自分の状況を誰かに伝えるだけ、これあんまり良くないです。良くないっていうのはダメですよってことじゃないんですよ。これしかできないってことは結局何もできないってことになっちゃいますんで、そうならないようにやっぱりね、策を講じておくってことを一つの学びにしていただきたいかなと思うんですよ。どういうふうにして今の状況を早く改善することが自分の力でね、協力してできるかってことですよね。で、その中で私の方は皆さんからの声を集めて、カスタマーサポートに負担をかけないような形でね、会社の内部に伝えていくっていうふうなルートを作ってきたということでございます。まあでもね、なかなか自分には何ができるのかなっていうふうに考えても見つからない方もいると思います。まあそういう方はね、私の放送をいつも見ていただいて、気づきを得ていただきたいかなというところでございます。はい、では本日もね、頑張っていきたいと思いますけども、9月が始まっていかがですかね。7月8月と暑い夏の時期が過ぎましたけども、この夏にやろうと思ったことができた方ってのはどうでしょうか、いたでしょうかね。この夏にやろうと思ったことが別になかったよと、いつの間にか過ぎちゃったよって方が現実多いんではないかなと思います。そしてこれは夏だけに限らず、2019年というものが始まって1月1日によし始めるぞと思って、今もね、9月になりましたけども、いかがでしたかね。この1年を振り返って自分には何が残せたかなと、自分で思うものではなくて客観的に残せたものっていうのが大事なんですよ。客観的にですね。まあ私の場合はね、もう昨日までもお話したようなことが何点か今年はできたかなと思いますし、まだまだなと思いながら、これから9月、10月、11月、12月に向かおうとしていますけども、常に問いかけているのは自分に何ができるかなっていうことなんですよね。あなたは何ができますかっていう問いかけじゃないんですよ。それはだからね、他人に生産性を求めることではないんですよ。国とか制度とか社会に求めているものではなくて、自分が何ができるのかなってことをいつもいつも思い描いていって、自分のできることと、それからやろうとしていることと、そして自分のできること、やってきたこと、この3つをね、しっかりとつぶさに振り返っていくことが、私はまあ日々の日課になっているかなってことでございます。皆さんいかがでしょうか。それではですね、相場解説窓の方を開けてますんで、この辺はね、昨日 Facebook に私書きましたね。で、メッセージをいただいた方にはお答えしました。そういう方にはきちんと設けていただいたと思います。 FX もそろそろ身につけていきましょう。それでは失礼します。あ、プラスアルファですけども、速稼塾プレミアムの、セカンド
FX のね、こちらの方の申し込みフォームができましたんで貼り付けておきます。ね、皆さんね、お申し込みいただいて FX を自分の力にしてください。まあ、この FX ってものの力、ね、自分に身につけると本当にね、すごくいい人生が始まります。すごいです。では失礼します。